はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。ドラゴンクエスト4ですね、やっていきますね。すいません、本当にね、地図というか、マップ忘れてました。でこれでいけんのね。でここに行くと新しい洞窟ができているんでしょ。あらららら、あ、大窓2回目だ。あ、ちょっとまずい。あ、効かないんだろうな、これも。あ、そっちに行ったのね。お、間に合った。あー、もう最悪のパターンだこれ。とりあえず賢者の石使っておきましょうか。ああ間に合ったね。ああ、うわあ、ダメだ、ライアンさんそっちやっちゃったら。もう行かれてる。ね、一応もう一回使うか。あ、違う、祝福じゃなくて賢者ね。魔法でね、魔法で。うわー、ライアンはみんなそっち殴るようにできてんだね。あーね、あー、よかったよかったよかった。もう一度賢者ね。はい、一本普通に行ってみようか。殴りでも十分強いよね。あ、あ、1 そっか、マーレさんあれだもんね。そうだわ。サイトね、アライアンさんレベル39に上がりました。さあこれ、5、1、7、14ね。あたしゃてっきり、あ、こっちだったよね。あ、違う、いや、こ、あ、違った違った違った。あ、そうだ、道具でね、私の祝福の杖も渡しましょう。袋、んー、そうだね、持ってても、まあ一応ミニアさんに持たしてみようか。使わないだろうけどね。いいえ。で、私の賢者の石を、私のところで、ああ、皆殺しの毛取り替えね。ああ、ほんと皆殺しの毛もよく使えましたね。ん？ああ、またやっちゃった。こっちだね。ああ、で、あ、だね。ちょっと待ってね、呪文で私ルーラーを使うとゴッドランド、あ、ゴッドサイド、あ、ゴッドランドは違うわ。あ、こっちだね。まあでもちょっとせっかくなんで入っちゃいましょう。またいるのかな。で、道具で私がバロンの角笛ね。はい、馬車来ましたね。あ、いる、また戦えんの。はー、また戦えんのね。で、じゃあ私がルーダーで、
ここじゃなかったね。ゴッドサイドね。お、ここの祭壇、あれ金の指輪ってどうなったの結局。あ、もうあれ関係ないのか、金の指輪は。祭壇、あ、神の導きのまま、そんなあなたの前に奇跡を示されることもあるでしょう。道はいつでも険しいものだが、恐れず進みなさい。奇跡はあなたを待っています。え、あ、これはあれだね、やつだね。深い嘆きはやがてその者の心を闇に染みますけれど、この世に生まれ落ちた時は誰もが光に包まれていたのです。ほう、地獄から復活したエスタークは予言通り勇者によって倒されたそうです。しかし今まさに第二のエスタークが生まれようとしているのです。ああ、これか。私は神の声を聞く者。ある夜、大地を揺るがそうとともに、この祭壇に道は開かれた。しかし、この道がどこへ続くのか、天空の神は答えてはくださらぬ。お、天空の神は一体どうしたというのですか。一体あれは、あ、この前の満月の夜のことじゃ。恐ろしい地響きがしたかと思うたら、なんとあの上に。これは神のお力か、それとも魔物の仕業か。おお、もう。憎しみにいてついたデスピサルの心も真実の愛ならば溶かせましょう。しかし、彼の愛する者はすでに。そうなんですよね。まさか祭壇の上をご覧になりますか。いいえ、何か大変なことが起きてるようですよ。見てきてはいかがですか。そんな簡単に、そんな簡単に言ってね。ちょっと私はじゃあ宿で一遍泊まって行きましょうか。あー、まだわね、あの勇者がパルプに飛ぶみたいですね今回は。まあ私ね、まだパルプって覚えてませんもんね。はい、あとそうだ、イオナズマーニャさん覚えてないよね。あー、覚えてないね。やっぱりよく覚えてないで解けたね。さ、じゃあ見ましょう。おー、そのまま落ちるのか。しかもこのメンバーで落ちんだね。これ上がると戻るの。あ、そうなのね。さあ、どのメンバーで行こう。マーニャさんがね、経験値、あー、このメンバーでいっか。あ、でもクリフトさん欲しいな。クリフトさん、ちょっとクリフトさん呼んできましょうか。作戦並び替えね。私、クリフトさんにして、アリーナ姉さんにしましょうか。で、マーニャさんにしましょうかね。さあ、ここだったのね。よいしょ、あららら。で、ここになるともう4人なんだよね。そうだね。で、一応私使ってみますか。バロンの角笛来ないだろうな。これできたらすごいよね。はい、しかしここで何も起こりませんでしたか。さあ、もうこういう時はトルネコさんはダメだもんね。役に立たないもんね。おお、おお、あ、上がるのね。で、滝の裏側か。はい、おい、あ、ブラッドハンド、懐かしい。あれは窓ハンドか。何か全体のものはないね。さあ、じゃあ戦いましょう。あー、マーニャさん、マーニャさん、まあいっか。あー、クルートさん、あ、そういうことね。またクルートさん命令させられるのね。バッチ頑張ってちょうだい。よいしょ。あー、そういうことか。作戦でね、クリフトさん呪文使うなりしましょうか。ちょっと温存しておきましょう。はい、
わあ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 。やばいな。なんとか倒したけど、ちょっと私全体攻撃系の道具持ちましょうか。天罰の杖、これ私使えるのかな。はい、もう窓ハンド系の恐ろしさですね。あ、一本道じゃないね。あ、一本道だわ。おっと、グリオンじゃなくてグリオンなのね。おい、痛いね。私遅いね。本当遅いね。これで攻撃してみましょうか。1600、大したことないね。経験値は3匹向いて1600だったね。でこれは、もう、あ、宝箱ある。あ、どっかで見たような感じだね。力の指輪ね。あ、力の指輪ね。これ誰にしよう。あ、女神は絶対いるね。女神はいるんで、ああそうね。私はあ、素早さか。これ以上遅くなるの嫌だね。アリーナさんは、あ、力の指輪なんだね。ならライアンさんにでも渡しましょうか。おっと、あ、世界中の雫ね。で、あ、また宝箱。あ、ダゴン。まだ死なないね。あ、痛くないね。あら、そうなの。なんか特殊攻撃があんのかな。何もないのかな。調べてみてよ。何もないね。でこの2つの宝箱ね。あ、小さなメダルね。あ、小さなメダル早く買いに行かないといけないね。パンドラボックス、はいはい、だらけかな。うわ、痛い。しかも2回。
かない、引かないんだね。すごいね、ちょっと防御しようちょっと待ってね、呪文使うなじゃなくてバッチリで私防御。うわ来た、あーよかった、おもっかい、おーよかった、すごいね。強いとかヒットポイントが、あ、経験レベル上がりましたね。アリーナはレベル39。あれ？マーニャさんまだ上がんない？ヒットまで9増えて、はい、さっこい。6、8、4、1、3、22。相変わらずだ。ねえ、マーニャさんまだ上がんないね。さあ。あ、ちょっと古い敵なんだね。うわ、すごい。強いとすごい一緒になっちゃう、すごいって言っちゃったね。はい、あーなかなか強いね本当に。あ、こっち、あ、こっちはこのままか。じゃああっちの方か、左下の方だね。キルゲータ、あー暗黒つもり、あ、そっち行っちゃった。アリーナさん、あれマップ一緒だね、あのあそこと。わあいっぱい出てきた。お、あーザラ気づきなんだ、忘れてた。うわ硬いね。コリフトさん、呪文使うな。で、私が道具で、全部集まって考えましょう。あ、当たった。あ、そっか。あれをしない限りか。あら。もう私のやること、恨みだね、本当に。え、なにこれ。はい？え？え？あ、しまった、剣になる、使っちゃった。がね、ちょっといまいちだね。あれこれこっちじゃないの？え、いやでも一本道だよ。え、もう早速、あ、これここで何か使うのかな。
ちょっと待って、ああマーニャさんじゃあれないね。え、これなんだろう、調べれる？調べれないね。アワはイカダあんまり揺らさないでくださいよ。え、へえ、イカダっていうのも悪くないわよね。ちょっと新鮮やんね。ここでなんかすんだろうね。なんか道具なんかあったっけ？いや、ないよね。あれ？ないね。水抜く何かいんのかな？ね、というところで時間よくなりましたんで、この辺で終わっておきましょうか。ドラゴンクエスト4終わっておきます。どうもありがとうございました。